堂場俊一最新作本格警察小説捜査ワールド最終巻凶暴捜査警察官僚永井がフランス東部リヨンで拉致される。永井と共に現地に来ていた安井凛が地元警察と捜査を開始。一方東京では神谷刑事に密命が下る。警察庁ナンバー3である官房長からの指令、それはかつての神奈川県警の一件が関係していた。日本とフランスで特命チームによる壮大な捜査が始まる。魂の警察小説ついに完結。堂場俊一凶暴捜査、集英社文庫より好評発売中。